皆さん、こんにちは。今回はですね、この1個のリングっぽいのを使って、チェーンを作ってみようと思います。やることは、こう、まあ、一回デュプリケートして、まあ、90度っぽくして、複製して、まあ、こうやって並べるのを、まあ、手作業じゃなくて、マッシュっていうプロシージャルな、えー、前にはついてるんですけど、プロシージャルモデリングというか、アニメーションのプラグインというか、があるので、ちょっとそれを使って作ってみようと思います。 はい。じゃあ、早速やっていきます。えー、まず、この、えー、リングを選択して、えー、マッシュっていうのがあるので、これ、ち、まあ、っちゃいですけど、で、Create Mash ッ,ットワークから、えー、一旦これデフォルトになってるかな。リセット。うん。で、このメッシュを選びましょう。まあ、この Distribute Type いうのはどれでもいいんですけど、まあ、とりあえずデフォルトで作ると、こんな感じで、えー、10個できます。で、元のこのリング。 っていうのが非表示になっていて、まあ、この <laughs> 元のジオメトリーが、えー、こっちにコピーインスタンスじゃなくて、まあ、コピーされてメッシュとなって配置されている状態になっています。なので元を修正すれば、えー、こっちにも反映されるってところですね。こんな感じで。うん。で、一旦非表示にしちゃって、えー、マッシュのアトリビュートを見てみます。でこれマッシュノードですね。 で、先ほどのこの、えーっと、マッシュのオプションの、このディストリビュートタイプってところ、一番左のやつ、この10個勝手に作られるので、まずこれ1個にします。1個。1個だけ表示して、うん。で、こっちのアトリビュータは特に使いません。で、使うのはこのレプリケーターって方を使います。これも、XYZ 方向に配置するような、 えーノードになります。これで増やして、これマイナス Z ですね。ポジション Z にマイナス2。なのでこんな感じで、まあ、好きな方向に作れます。で今回は、えー、X 方向なので、こっち、まあ、いい感じの場所に一回置きましょう。でこれで、まあ、何個でも増やせるんですけど、うん。で、次にパターンっていうので、 これで回転ができます。このパターンごとにというか。なのでもうこれサクッと回転で完成です。早いですね。うん。で、これであとは数を調整して <laughs>、うん。こんな感じでサクッと作れますま。一応こうパターンって色々あるんで、まあオッセットとかしてとかもできるんですけど、あんまり使えないかな。 いいろまあ、反応しないから、うん。よくわかんないですね。これが一番使えるかなってところですね。こういうものを作るときは、これを使うって感じになります。で、最後に、マヤの機能とこれを、このチェーンをつなぐっていうのができます。 ま便利なのはこのカーブワープっていうデフォーマ上がるんですけど、えっと、どれかなデフォームのカーブワープってやつ <laughs>。このマッシュで作られたこのレプロメッシュ、リプロメッシュっていうのを選択して、後からこのカーブを選択して、カーブワープを実行。すると、このカーブの長さに沿って自動的に長さを調整してくれます。 今いろんなオプションがあるんで回転させたりとかツイストうん一緒ですねとかオフセットとかまあいろいろありますねうんだけどこのまあ単純にこの数が足りてないのでこのリングそのもののそれを増やしますでヒストリーとしてマッシュの先ほど作ったノードが残ってるので レプリケーターこれを増やせば良いってとこですね。増やすとこんな感じで。うん。何個でも増やせますね。もうこのカーブワープによって自動で収められるようになってるね。このカーブのスタートとエンドが。なのでこんな感じで、まあ好きな太さとかに自動的になってくれるので、まあお好みでってとこですね。 で、これで完成ってとこです。で、ナーブスのこのカーブ側もいじれるようになってるので、あとはこっちでモデリングしたりとかもいいのかもしれないですね。もうこうなったらネックレスとしてモデリングしちゃう。こうやって。まあ、どうしようかな。うんと、スケールかけたりとか。って感じですね。うん。 でカーブに沿ってるので、もうこれも気にせずどんどん形にしちゃっていけば、もうすぐ完成ってところですね。うん。こんな感じで作りましたってところです。まあ、だいたいこれ何分ぐらいだろう。うん、手でやってたらもうさすがに大変ですよね。こういうのがサクッとできるので、えー、ぜひマッシュも使って、えー、モデリングを快適にしてもらえればなと思います。 はいえー、今回の動画は以上となりますマッシュとカーブワ、えープぜひぜひ使ってみてください、えー、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします